マイカリン・カーン・リチャーズは、イングランド・バーミンガム出身のサッカー選手。アストンビラ FC 所属。ポジションはディフェンダー。ミカ・リチャーズと表記されることがある。2000年に、イングランドのオールダム・アスレティック・ AFC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2001年、マンチェスター・シティ FC のユースチームに移籍した。2014年9月1日、アクフ・フィオレンティーナに、 レンタル移籍した。2015年6月にアストンビラにフリーで移籍し4年契約を結んだ。8月5日にはチームのキャプテンに就任し、3日後の AFC、ボーンマス戦で初出場を果たした。11月29日のワトフォード FC 戦でヘディングで移籍後初ゴールを決めたが、試合は2から3で敗戦した。 フットボールリーグチャンピオンシップ2016から2017シーズンは2016年10月のウォルバーハンプトン、ワンダラーズ FC から出場した。その後アストンビラの監督にスティーブ・ブルースが就任したが、膝の怪我の影響により翌年まで出場機会はなかった。2017から18シーズンは怪我から復帰したが、ブルースが出場機会を与えなかったためリチャーズは、 アストンビラに対談する意思を示した。しかし、遺跡市場が締め切っていたためクラブに残留した。2018から19シーズンも出場機会はなく、シーズン終了後に契約満了のためクラブを退団することを発表した。リチャーズはマンチェスターシティの公式サイトを通じて7月26日に現役を引退することを表明した。 イングランド代表として2006年11月15日に行われた国際親善試合対オランダ代表戦で怪我のガリー・ネビルの代役として代表戦デビューを果たし90分間フル出場した。今後のイングランド代表を担うディフェンダーとして期待されていた。2009年6月に開催された UEFAU-21 欧州選手権で準優勝した。 グループリーグのスペイン戦では、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。リチャーズの父親は1960年に、セント・クリストファー・ネイビスのバセテールから移住してきた。また、いとこには、サッカーセント・クリストファー・ネイビス代表のアティバ・ハリスが、おり、代表のキャプテンでもある。2014から15シーズン終了時点。ありがとうございます。